はいどうも、セイントセイヤ大好きおじさんルーでございます。本日もよろしくお願いします。はい、来ましたね、ポセイドン編予告。12月7日5時から、12月14日、5時までこのイベントがあって、でまあおそらく14日の8時に新キャラ追加っていう形になるんじゃないかなっていうふうに、想像しております。期待膨らむよね。はい、でちょっとまあいろいろ調べて、まあ、ネタバレになるのかなわかんないけど、ちょっとまあ俺中国版のセイントセイヤも入れてるんで、なのでちょっと調べてみた感じなんですけど、ポセイドンはもうね、正直言ってもうよくわかんない。なんか一人で3人分のスキルを自在に操るとかっていう謎の ことは書いてありますね。オーシャンパワー、アイスクリスタル、サンダーパワー、ワールプール、シェル、これは一つのスキルで、例えば召喚スキル、これはワールプールとワールシェルを召喚するんでしょうね。で召喚物はポセイドンの 60% のヒットポイントを継承し、効果は召喚物によって異なる。召喚物が撃破されると、ポセイドンは本体は一定量のダメージを受けると。なるほどね。まあリスクもあるってことだよね。攻撃キャラを増やすっていう。アイスクルアーマー、反撃能力を与える。アイスクリスタルシード、味方一人に使用後敵の攻撃を受けると念攻撃で反撃を行う。敵に表彰の印がある場合、さらに永久に減速を与える。すごっ。ジェネラルにいるのかな。いるか。あ、いるわ。あ、アイザックはいたわ。で、スプリットライトニング、全体攻撃スキル。ちょっと多いよね、すでにね、スキルが。とんでもないですね。はい。で、ちょっとよくわかんなかったんで、まあでも、レアリティは、おそらく、まあ、SSR、で間違いないと思うんですけど、サガも、サガじゃない、カノンも同時実装っていう予定みたいなんですが、カノンも SSR なのかな？はい。まあ、そんなところでね、ちょっとまあ、カノンのスキルはちょっとまとめてまいりましたので、見て、想像していきたいと思います。ネタバレなんで、ご注意ください。まあ、なんていうのかな、まあ、中国版のがそのまま日本に来るとは限らないので、まあ参考程度に見といていただければいいのかなと思います。では、Excel を出します。カモン！はい。シードラゴンカノン。で、スキル。まあ、レベル1時点で、ございます。だから、炎魂の拳。これ通常攻撃ですね。敵一体に攻撃し 300% のダメージを与え、抑制状態の、キャラクターは余ダメージプラス 60%。 ちょっと抑制状態っていうのはあんまりわかんないんですけど、なんだろうね。で、シードラゴン出撃、通常攻撃、敵に一体に 100% のダメージ、
これがまあレベル上がるごとに10、20、30って上がっていく感じですね。で、これが化け物ゴールデントライアングル、単体攻撃で状態以上の効果を与えると。で、敵一体を、敵一体に与えると次元の彼方に追放しちゃうと。で、そのチームが、受けた総燃力ダメージ 80% が一元に行くと。だから、全体攻撃を与えたり、例えばジュネがツタを使ってみんなでダメージ共有するみたいなことがあると、追放されたやつがダメージを受けちゃうと。で、一応一ターンで出てくる感じですね。で、もしこう全体攻撃で敵を攻撃して、その時にターゲットが死んじゃうと、相手のヒットポイントが例えば1000だとして、例えば2000与えたとすると、その 90% だから800か、800のダメージを固定ダメージとして与えると。でもターゲットはすでに死んでるので、ターゲットはダメージの計算には入らないと。で、あんま滅多にないと思うんですけど、複数のゴールデントライアングルが存在する場合、ダメージ吸収のは重複計算しないと。まああんまないと思いますけどね。まあ他にゴールデントライアングルと同じ効果、追放効果があるキャラが今後出てきたらっていうことかな。で、追放はデバフの、追放されたキャラは、まあ、デバフの無効の対象にならない。で、追放されたターゲットは、そのターン中行動不能一ターンね。で、さらに、ターゲットは現在受けている特定の保護、ツタ、ドラゴンの盾などからは除外されると。で、パッシブなんだけど、これも驚きで、カノンの死後、兄のサガの精神体は全てのステータスと、16% のダメージを受け継いで戦い続けると。だから、これ、サガとセットで入れてね、みたいな。そうすると、まあ、進化を発揮するっていうところみたいですね。うん。なかなか、まあ、あとはまあ、サガ入れることで、ギャラクシアンエクスプロージョンあるから、全体攻撃も、強力な全体攻撃もできるんで、うん、入れて損はないっていうところですかね。うん。サガ、今んところサガより強いのって、誰だっけ？サガより、こういう。実力もないのにでかいことを言うやつは、この悪党が多い、そ知られようと、地上の平和を作ってみせる。190%でしょ。今度こそ君に本当の死を与えてやるぞ。100%。まあやっぱり全体攻撃ではサガが一番強いね。アイオルス化け物だな。うん。アルデボロン、グレートホーン単体出すな。うん、もうすでにアルデバラに乗ってるんですよね。自分の被ダメージを 5% 減少させるっていう、また力を貯めている間は制御無効となるって書いてあるんだけど、束縛追放は除くってなってるんですよね。うん、もうすでに追放書いてあるんですよね。アナザーディメンションないもんね。ないもんね、アナザーディメンションは。強行持ってないからそこはわかんねえんだよな。強行は持ってるよね、アナザーディメンション。うん、まあちょっと楽しみですね。
その間にちょっと俺も佐賀をね5星5にして、置きたいなと思います。僕も行くよ。小娘にここまで威圧感を受けるとは。あとはアイザクも一応育てとこうと思います。ポセイドンがどういう形で来るかわからないですけど、氷結マークつけとけば効果が上がりそうなので。永久減速ってすごいよな。はい、まあこれが今日出てた、情報になりますね。もう一度佐賀じゃねえかの。ちょっとね見やすいかどうか心配なんですけどね。もうちょでもこのぐらいの文字じゃないと収まんなかったんで、まあもしよかったらね参考程度に見ていただけるといいんじゃなかろうかと思います。はい、カノンめっちゃ楽しみです。で、一応カノンは中国では、中国版か海外版ではジェミニのカノンがいるらしいです。で、そのジェミニのカノンに関してはステータスとかは載ってないんですけど、まあ多分アナザーディメンションとか使えるんだろうねきっとね、わかんねえけど。マジで最近追加されたみたいなんで。はい、あと韓国版ん中国版かは、釈迦と荒屋敷釈迦は同時にパーティーに入れられるみたいですね。日本はどうなるかわかんないけど、動画見たらそうなってたんで、まあちょっと夢期待膨らむ情報でした。はい、もしよかったらね、チャンネル登録高評価お願いします。今後も新しい情報をねどんどん出していけるように頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。セイントセイヤライコス大好きおじさんルーでした。バイバイ。